強そう。あのチリ以外にもかなり強そうなやつばかりだ。どうすればいいんだ。あ、やつら何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。クッククック。そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械で。この広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。ほっほっほ、これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。なんてやつらだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は。なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ。子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者に。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろ、デッデ、逃げるんだ。はい。さあ。はあ。しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。あいつらこんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。なんだ、てめえは。お前なんか、僕がやっつけてやる。ごはん。まともに戦っても、俺たちじゃどうしようもない。頭を冷やせ。やっ、それ、よし、うん、やっ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 
ドドリアさん、捕まえなさい。目いっぱい飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。ダメだ、ヤツの方が早い。追いつかれる。そうだ、ゴアン、この子を頼む。はい。俺の方を見るなよ。でも食らえ、太陽拳！うわっ、目がやった、うまくいったぞ。ゴアン、隠れるんだ。はい。おのれ、どこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前、空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺ならやつ一人くらいやれる。今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかんが、雑魚どもが。ビジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。
んで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。分かっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を怯えてさっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。うりゃうりゃ、パニックホーン。うりゃは、俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。ベジータ、俺を
このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけだ。うわぁ、フリーザ様。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびりだって。お？何？その小型のピッコロみたいな子はひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか？孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！悟空のナメック星到着まであと6日。悟空よ、聞こえるか、悟空。あれ、ん？お前一体そこは、もしかして宇宙か？そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったのか。ナメック星じゃとんでもないことが起こってんだぞ。とんでもないこと？まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。お前もよく知っておる4人がな。まさか。
みんなお前が下よりも厳しい修行を望んでおるぞ。よう、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだ。あと一人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなをここで修行させるためにな。すげえ、よかったな。ほらも今ナメック星に向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日半でうんと強くなんねえとえれえことになっちまうからな。そういえばさっきも言っておったな。話してみろ。な、何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回る奴がいるっていうのか。まさかそいつはフリーザでは。さあそいつは聞いてねえけど、海王様は知ってんか。悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。奴の怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか。長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは。木が次々と減っていく。え、またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちはそういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え、最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょう。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら残りはたった一個。ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん。
ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。